ついに最果ての塔が現れたか。獅子王め、世の存在を忘れたな。みんな急いで周囲を探索するんだ。どこかに侵入路あるいは発生源はないかな。はっ、ねえよそんなもんは。モードレット、気安く名前を呼ぶんじゃねえ、チキン野郎。私たちにはあなたの破滅ゴムにつけてる暇ありません。今なんて言った、チキン野郎の分際で俺に喧嘩売りやがったのか。売ったとも、それでもあなたはアーサーの着地ですか。俺たちは生徒を守り、ここで死ぬ、それが獅子王の円卓だ。それがてめえだけにあって俺たちには与えられなかった騎士の誉れだ。アーサー王の最後を見取ったてめえに俺たちの何がわかる。モードレット、あなたは。うるせえうるせえ、今さらしゃしゃり出てきやがって、心底頭にくるぜ。レディビエール、モードレット機を来ます。マスター、大神殿の目を開けよ。デンデラ大電球起動、これより我が神殿の全貯蓄を用い生徒に超遠距離大神罰を与えるものとする。大電球アモンラ海岸、見るがよい。アメンの愛よ、メイリアメン。あなたの夢を怪我してすまなかった。なんだと。あなたはこの無邪気な夢を見た。王に憎まれたまま王に仕えるという無邪気な夢を、私のような罪人よりよほど純真な生き方だ。あなたの贖罪は我が剣が引き継ごう。騎士が裏切り者に負けてちゃさすがに立つ瀬がないってもんだ。お
モドレット卿の霊気消滅を確認。敵円卓の騎士を。これであと3人です。みんな急いで周囲を探すんだ。1秒でも早くその壁をなくさないと何もかも終わってしまう。ほう、聞かぬか小尺な。柵を講じていたのは貴様もか獅子王。いや、これは王の城にいる獅子王が作り上げたものだ。外にこれを止める装置なんかないよ。断言しよう、我々にはこの壁を破壊することはできない。そりゃ、でも正真正銘万策尽きたというわけだ。いいだろう、貴様には世の墓をくれてやる。太陽の秘石、大いなる巨石、空を司るピラミッドよ、我が無限の光輝、太陽を降臨せり、落ちよ光輝の複合大神殿、ラムセウム・デンディレス。あっ、壁が、なんだ、何が起きた。空からピラミッドが降ってきました。それも黄金に輝きながら、王子バーティアス王のフォークだ。だが、あれほどのフォークをあれほどの遠距離で行っては、ははははは、神罰としては上等だろう。何しろ太陽神の化身である世の鉄槌なのだからな。ははははは。だが世も熱くなった。自らの墓所を使うなど全く。それでは眠る場所すらないではないか。なんという力技だ。万策尽きたと言ったね。あれは忘れてくれ。いや、時代を狭めようとする重力変動は止まってない。獅子王を倒さない限り人類崩壊は止まらない。みんな急ぐんだ。急ぎましょう先輩、このエリアを抜ければ。そうないです。